イーグルス先発は2年目の庄司です。立ち上がりご覧いただきます。まず先頭の金子にヒットを許します。ノーアウトランナー1塁で今日2番に入っています新外国人のコルデロ。これがライト線、この当たりで1塁ランナーの金子は一気にホームに帰ってきました。コルデロ来日初安打、タイムリーヒット。立ち上がりの庄司からライオンズが1点を先制します。ライオンズ先発は隅田です。その隅田から2回です。この回先頭の辰巳涼介、この当たりがもう少しでホームランという当たりでした。スリーベースヒット、ノーアウトランナー3塁、チャンスを作ります。そして続く太田、初球を打っていきました。同点のタイムリー、太田選手ナイスバッティング。村林一樹すぐさま追いつきます。でこの後2アウトランナー3塁で今日2番スタメン阿部です。この雨の当たりがレフトの前、ヒットになります。阿部のタイムリーヒット、これで2対1、この回2点取って逆転に成功します。さあ逆転してもらった庄司ですけども、3回です。ワンアウトランナー3塁1塁、ここで3番の殿崎、センターへの同点タイムリー。殿崎は昨日に続くタイムリーヒット。そしてこの後4番のアギラ、スリーボールからでした。左中間へ、アギラにも来日初安打、これが勝ち越しの2点タイムリーツーベースになります。4対2、ライオンズは4回です。キャッチャーの古賀に一発が出ます。レフトスタンドへ飛び込む今シーズン第1号、5対2、リード3点とします。さあそして2番手はルーキーの松田が上がりました。まずこれ先頭バッターコルデロからプロ初の奪三振を取ると、でこの後2アウト満塁、ピッチを招きますけれども若林を打ち取ります。結局今日松田は2イニング投げました、ゼロで終えたプロデビュー戦でした。さあ6回です。隅田を攻めてワンアウトランナー2塁1塁、チャンスを作ってここは村林三振、2アウトになったところで隅田変わります。2番手佐藤が上がって小深田、小深田レフトフライに倒れてあと1本が出ませんでした。5対2、7回です。藤平今シーズン初登板です。その藤平ランナー2人出しましたけれども、源田から三振を取れます。1イニング0で終えました。8回は西垣です。西垣も今シーズン初登板、ライオンズは2アウトランナー2塁で4番のアギラ、今日2本目のタイムリーヒット。金子が帰ってきて6対2、4点差です。そして9回は鈴木虎がマウンドに上がります。その鈴木虎、この鈴木も今シーズン今日が最初の登板でしたけども、ワンアウト1、2塁で源田にタイムリーツーベースを許します。この後パスボールでもう1点失ったイーグルス、8対2、6点を追いかけての9回の攻撃です。ライオンズ豆田がマウンドに上がって最後のバッター阿部が打ち取れてゲームセット、8対2、イーグルス開幕連敗スタートとなってしまいました。